小田原。この時間は第16回小田原キッズマラソン大会参加者募集のお知らせをお送りいたします。お話をお伺いしますのは大会を主催します小田原市体育協会の辻さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日は小田原キッズマラソン大会の参加者募集のお知らせということなんですけれども、もうこちらもすっかりね恒例のイベントとなりましたね。そうですね、はい、今年で16回目を迎えるということなんですけれども、はい、改めましてこちらはどのような事業なんでしょうか。はい、子どもたちのスポーツ活動を推進するために、勝敗よりも参加することに重きを置いたマラソン大会となっております。全国的に見ても、数少ない、子どものマラソン単体 で開催します。で、IC チップをつけて、正確なタイムも計測できるマラソン大会という側面も持っております。小学1から6年生を対象とした小学生の部と、未就学児と保護者がペアになって走ります、親子の部があるという授業になってます。はい、ね、もう毎年のように参加されているキッズも多いかと思うんですけれども、開催日時を教えてください。はい、令和6年6月23日日曜日に開催を予定をしております。小田原アリーナ名古屋ビエタアリーナの周辺コースで開催します。午前8時から開会式で、競技は午前8時45分から午後0時まで行われている予定です。でまた、メインアリーナで同時開催をしますクラシフェスタという行事がありまして、その行事は午後1時まで開催予定となっております。うん、はい、まあ、こちらの小田原アリーナが会場になりまして、ここからスタートぐるっと回ってゴールというふうになっているんですけれども、この小田原アリーナでは走るだけではなくて他にもこう楽しめるイベントがあるそうですね。はい、小田原アリーナの、エントランスホール前では、模擬店の、出店を予定しております。でまたでそれも、マラソン大会、完走後の楽しみにしてくれたらなと思っております。また小田原アリーナのメインアリーナでは、クラシフェスタというイベントを開催しておりまして、子どもたちが楽しめるブースや、親御さんにとってはとても有益な情報が得られるブースになっているかなと思います。メインアリーナでは参加賞の引き換えが行われますので、その引き換えの際にぜひクラシフェスタも立ち寄っていただけたらなと思っております。はい、ね、たくさんのイベントがあるんで、お兄ちゃんお姉ちゃんの応援に来たよといったちびっ子たちも楽しめそうですね。はい、いろんな方、はい、それではこの大会への申し込み方法を教えてください。はい、申し込みは、パソコンやスマートフォンなどから、ランネットと検索をしていただいて、専用サイトから行うようになってます。はい、でまた、申し込み期間近づきますと、小田原市体育協会ホームページからもアクセスできますのでご利用いただければなと思っております。で申し込み期間は、4月22日月曜日の午前8時30分からとなっています。でまたスタート順外のこの申し込みを完了した順番で決まりますので、もし、いいところを取りたいと思っている方はぜひお早めの申し込みをお待ちしております。で入金確認がされてから申し込み完了となりますので、そこはご注意ください。はい、で参加料に関しては小学生の部と親子の部ともに2500円となっております。でまた駐車場 のご利用の際には駐車証が必要となりますので、エントリー時に必ず申請するのをお忘れなくお願いいただければなと思っております。はい、それでは改めまして番組をご覧の皆様にメッセージがありましたらお願いします。はい、小田原キッズマラソンは、今年で第16回目を迎えることができました。回数を追うごとに、規模が大きくなっていき、数千人の方がご来場いただけるような事業となりました。当日まで、精一杯準備をしていきますので、よろしくお願いします。はいね、もう本当に恒例のイベントとなりました。親子の部から参加して小学校ずっと参加するっていうキッズもとっても多いんですよね。はい、そういう子がいつもいて、はい、その子の成長も見れてすごく嬉しいなと思っております。はい、ぜひ皆さんふるってご参加ください。広報小田原、この時間は第16回小田原キッズマラソン大会参加者募集のお知らせをお送りいたしました。辻さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
この時間は3月中旬から開催が予定されています令和6年小田原さくらまつり開催のお知らせをお送りいたします。お話を伺いしますのは観光課の小田さんと小田原市観光協会の宇田川さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあもう間もなくね桜が開花するということで、はい、今日は桜まつりの話題です。まずはじめに小田さん小田原桜まつりについて概要をお願いいたします。はい。小田原桜まつりは3月下旬から4月上旬にかけて小田原城天守閣をはじめ約300本のソメイヨシノが咲き誇る小田原城址公園を中心に開催いたします。期間中の夜間にはライトアップが行われ幻想的な姿をお楽しみいただけます。また箱根板橋にある長江山招待寺には樹齢350年といわれるしだれ桜があり満開時には花が滝のように垂れ下がる見事な姿がご覧いただけます。続いて宇田川さん、はい、この開催期間中に催し物などは行われるんでしょうか。はい。4月7日の日曜日に、小田原城址公園の赤金門広場にて、稚児行列が行われまして、はい、可憐に化粧したお稚児さんが、城址公園周辺を練り歩きます。また、主催が他の団体になるんですけども、3月30日の土曜日と31日の日曜日には、かまぼこ桜まつりが小田原城址公園二の丸広場にて開催されます。職人によるかまぼこ作り実演やかまぼこ板一夜城合戦というかまぼこ板をどこまで高く積み上げられるかという競争もあります。そして、桜祭り期間中には小田原城の天守閣にて小田原城御城印桜バージョンが、数量限定で販売されますのでぜひそちらもお買い求めください。また今年も昨年に引き続き小田原桜部の活動もあるそうですね。はい。小田原桜部2024の活動も開始します。はい。市内の桜を撮影しインスタグラムにハッシュタグ小田原桜部2024をつけて投稿するだけです。もともとコロナ禍で来訪できない方に向けて小田原の桜を楽しんでもらうことが目的でしたがオンライン上の情報交換も増え穴場スポットや開花状況をキャッチすることで来訪のタイミングを見計らうこともできます。小田原桜部写真展については今年はホームページ上で開催予定ですので詳しくは小田原市ホームページをご覧ください。はい。私も去年ねちょっと参加したんで。本当ですか。はい、今年もぜひよろしくお願いします。参加したいと思います。はい、ぜひご参加お待ちしてます。それでは宇田川さん改めましてこの会場である小田原城までのアクセスを教えてください。はい。会場までは小田原駅東口から徒歩10分で、行くことができます。お車でお越しの場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。なお桜の開花期間中は周辺の道路が大変混雑いたしますのでできるだけ公共交通機関をご利用いただければと思います。また観光バスでお越しの場合は小田原城址公園内に設けております藤棚観光バス駐車場をご利用いただければと思います。ただ、駐車台数に限りがございますので、ご注意いただければと思います。はい。桜が満開の時の、休日などは公共の交通手段でお越しになった方が良さそうですね。そうですね。はい。それでは改めまして市民の皆様にメッセージがありましたらお願いいたします。はい。小田原には桜名所100選に選ばれている小田原城址公園はじめ桜が見られるスポットがたくさんございます。春の小田原をお楽しみいただけるよう準備してまいりますのでぜひ皆さんもお越しください。お待ちしております。はい。今年もぜひ多くの皆さんに小田原の桜をお楽しみいただけるといいですね。広報小田原この時間は令和6年小田原桜まつりについてお知らせいたしました。小田さん宇田川さんありがとうございました。ありがとうございました。救急車救急車お願いします。住所教えてください。時間がないんです。カメラ通報機能で行こう。ショートメールを利用して URL を送信します。通報する青いボタンを押してください。はい、確認できました。あ、大丈夫、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、救急車、私が119番するね。
はい、119番消防です。火事ですか、救急ですか。すいません、救急車お願いします。救急車を向けより住所教えてください。ちょっとこの辺土地勘がないんでわからないんですけれども。はい、場所がわからないってことですね。はい、わかりました。通報機能どうぞ。はい、補助についてくれ。はい、今あなた様はカメラ付き携帯でしょうか。はい、そうです。はい、スピーカーモードはできますか。はい、しました。この掃除なんですけども、データ通信料はあなた様の負担になってしまうんですけども、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。今からショートメッセージ、ショートメールにて送信しますので、この電話はつないだままにしてください。はい、今から URL を送りますので確認してください。はい、あなた様のお名前と電話番号を教えてください。はい、です。090、はい、です。はい、確認できました。今から送信します。はい、来ました。はい、来ましたか。はいはい、規約、はい、があるんですけれども。はい、先ほど伝えしたように、お通話料があなた様の負担になる等が書いてありますので、はい、 OK でしたら通報する青いボタンを押してください。あ、はい、押しました。はい、で許可が出たんですけど。はい、全て許可をする。はい、押してください。はい、はい、そうしましたら場所を確認しますので、ぐるっと周りを移してください。はい、確認できました。倒れている方、こちらの方に近づいて見てください。はい、この方です。はい、大きな声で呼びかけてください。わかりますか。大丈夫。わかる、わかる。反応どうです。返事がないそうです。返事がない、わかりました。そうしましたら一旦仰向けにしてください。仰向けにしてください。はい、重い、おっしょ。はい、はい、しました。はい、そうしましたら、手をお腹の上に置いてみてください。はい、で呼吸をしてると上下に動きますので、その動きがあるか確認してください。してないみたいです。してない、わかりました。それでは心臓マッサージを行っていただきますので、はい、救急車はもう向かってますので、はい、はい、やり方わかりますか。心臓マッサージちょっとわかんないです。わからない。そうしましたら今から動画をそちらの携帯の方に送りますので、はい、確認してこのやり方で心臓マッサージを行ってください。こんな感じ。同じそうですね。はい、そのまま続けてください。はい、はい、押してて反応どうですか。反応は何も反応しないみたいです。反応ない、わかりました。ではそのまま救急車到着するまで続けてください。はい、この度はありがとうございました。これのおかげです。今映像通報する機能がありますので。通報機能でも、はい、補助についてくれ。はい、119番、まずは場所から。